こんにちは。こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会波の支部です。本日の献立はそば入りアスパラのお好み焼きです。よろしくお願いします。今回教えてくださるのは志賀さん、そして飛田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして器はこちらにあります、波野にあります生成釜さんの器をお借りしてきました。生成釜さんオンラインショップアソモでも、器を出展されていますし、また番組の最後には詳しい情報も載せておりますので、ぜひご覧ください。では今日はそば入りということで、はい、材料を見てみますと、こちらがそばの粉、はい、そしてこれがそばの実をですね、あのちょっと湯がいた状態で、うん、そしてこの湯がいたこの汁を使います、はい、それでそば入りですね、はい、じゃあ早速教えてください。まずは何から、はいはい、こちらは千切りにします、はい、千切りですね。そうです。斜めにざっくり、まあ、大きいでも構わないんですけどね、うん、ではそば粉を、そば粉、うん、はい、で練り健康半分ですね。そばの半分を混ぜるんですね、うん、はい、卵が入りました。そこに野菜たっぷりですね、はい、野菜たっぷり。山芋が入ります、うん、今回このそばの実を茹でただし汁を使うのはどうしてなんですか、うん、これすごくほら、ね、栄養的にも、うん、いつもお蕎麦屋さん専門のところに行ったら ゆで汁を別にほらいただくじゃないですか、うんうんうん、それと一緒でね、せっかくの茹で汁栄養が出てるからこれをね捨てるのはもったいないから使おうかなの状態で広げて入れて、そばの実、そうです、そばの実を乗せて、おお上手。ちょっと一年分、はい、ああいい感じ。で、これに、そばとアスパラ入りのお好み焼きです。はい、完成です。ではメインの、そばとアスパラ入りお好み焼きの他にもですね、おにぎりとか準備していただいてありがとうございます、うん、じゃあ早速いただきます。いただきます。はい、アスパラの歯ごたえがいいですね。ちょっといいですか、うん、茹でずにそのまま入れたのでいい具合に残っていて、であとそばの風味が効いてます。美味しい。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市波野にある生成窯では穴窯と呼ばれる古来の窯で、上ぐすりを使用せずに焼き締めという技法で作品が作られています。味わいのある色が特徴で、工房には素朴で味のある作品が並んでいます。